高校ラ中華民国の政治家、左翼運動家。新末に中国社会党を結成し、その指導者となった。しかし後年になると、伝統思想に傾倒し、保守派と目されるようになる。王朝明政権が成立すると、その要人となった。旧名は、朝鮮。高校ラ別影12歳の時に、北京の東文学堂に入り、1901年に、 日本に留学する。以降1903年1907年と日本留学を果たし、その過程で社会主義者やアナキストと交わり社会主義思想に傾倒した。1909年、ブリュッセルで開催された第2インターナショナル大会に参加する。1910年から翌年にかけて欧州各国を訪問した後に、上海で社会主義研究会を組織し、 1911年11月に社会主義研究会を開訴して中国社会党を結成した。決闘当初の社会党綱領にはアナキズムの影響も見られたが、翌年には早くも改良主義的傾向を明確化する。このため、砂川からアナキスト系が党外へと去った。1913年に遠征外によって社会党を解散させられると高校ドラは渡米して、 カリフォルニア大学で講師を務めた。この時、1万冊の中国語蔵書を同大学に寄贈したとされる。1920年に帰国の後、1921年にソ連を訪問し、モスクワで開催されたコミンテルン第3回代表大会に参加した。この時、おそらく中国人としては初めてレーニンと会見している。この頃、彼は、 民主集中制と少数の指導層による革命を施行していたと言われるが、帰国してからは反響を前面に出した新社会主義を主張した。折しも、陳独州、李大将らによって1920年に中国共産党が結成され、以降中国の左翼運動は共産党が中心となっていく。1924年に社会党を再結成した。 しかし国民党による北伐が進展していく中で、高校ドラは、直霊派のご配布を支持したため、国内世論の非難を浴びることになる。まもなく同党は解散し、高校ドラは1927年にサイトベージ、カナダのマギル大学で教鞭を取った。1933年に帰国すると、以後の校は、伝統思想に傾倒し、保守、反共著述に専念した。 日中戦争勃発後、高校ドラは一旦香港に逃れたが、1939年に王朝明の要請を受けて、上海に赴く。皇は、総十節退治局宣言を執筆、発表し、中国文化を中心として、東亜新秩序を樹立することを主張した。1940年3月に王朝明政権が成立すると、皇は国民政府委員、 公新副委員長を歴任し、1942年に公信委員長に昇進した。戦後、高校都らは、官官として、蒋介石の国民政府に逮捕されたが、国境内戦の間は、公の裁判は開かれなかった。中華人民共和国成立後も、公はそのまま上海で収監され続け、上海の獄中で病死した。去年72、ありがとうございます。